Hi guys, どうもリコルヌです。英語版集まれ動物の森 Animal Crossing New Horizons を使って英語の勉強をしています。今日お話しするのは大人なお姉さんキャラであるオリビアちゃん。このオリビアちゃんとお話ししてその会話を詳しく見ていきたいと思います。それでは早速話しかけていきましょう。 Hi Olivia。Hello there, Licorne. Sit down, stay a while. Make yourself at home. Brr. What's the latest? Week end fashion can be terribly tricky, don't you think? I mean, one shouldn't relax one's sense of style just because it's a weekend.And yet, that's not an easy task when relaxing is all one wants to do. さあ、オリビアちゃんの言ったこと分かりましたか？分からなかった人も一緒にゆっくりしっかり見ていきましょう。Let's get to it! というわけで、まずオリビアちゃんが言ったのが Hello there, Licorne ということで、あら、リコルヌ、こんにちは、みたいな感じかな。この there で、あら、みたいな感じのニュアンスかな。で、Hello there っていうこともあれば Hey there とか Hi there とかっていうことも多いかな。で、there ってあっちとかあそこみたいな遠くにいるようなイメージがあると思うんですけど、ここで使うときは別にこう遠くにいる人相手に挨拶してるわけじゃなくって、別に今回みたいに近くで話してるときにも全然使える表現です。まあ、ちょっとこう親しみを表すような意味合いですかね。あら、リコルヌ、こんにちはって言ってくれてます。で、Sit down, stay a while. Make yourself at home. プーっていうのはオリビアちゃんの口癖で、まあ、私は巻き舌ができないのでちょっと言えないんですが、でここは命令文が並んでる感じなので、まあ、主語がなくって動詞が頭に来ている形になってますね。 Sit down, stay a while、まあ、座って stay a while、まあ、しばらくいてねと、まあ、ゆっくりしてってねってことですね。この a while は、まあ、本来は a while で、まあ、2単語で書くのが一般的というか、まあ、正解なんですけど、まあ、話し言葉で言うときは、a while, a while ってつなげて言っちゃうので、まあ、ここではつなげて表記されてるっていう感じですね。まあ、しばらくいてね、ゆっくりしてってね、と。で、make yourself at home。この make の目的語が yourself。あなた自身。で、あなた自身を at home。こう自分家にいるような、お家にいるような感じにしてね、ということで、で、この SVOC の形を取るメイクで、何々の状態にさせるって感じですね。まあ、刺激って呼ばれるような、何々させるっていう意味で使われるメイクですね。作るじゃなくって、させるっていう意味のメイクです。で、あなた自身をお家にいるような感じにさせてね、と。つまりお家にいるみたいにゆっくりしてってね、くつろいでいってねっていうので、まあお友達が遊びに来た時とかに Make yourself at home ってよく使う表現です。で、それに対して私からの挨拶が What's the latest? まあ C って言うなら What が主語で S is が動詞、 B 動詞で The latest、 最近のことって感じですね。最近のこと、何が最近のことって聞いてるから、まあ、最近どう？最近何があった？とか、最近どう？みたいな感じで、まあ、How are you? の代わりに使われる表現ですね。What's the latest? 最近どう？と話しかけてます。で、ここからオリビアちゃんの話が始まります。で、オリビアちゃんのお話なんですが、Weekend fashion can be terribly tricky.Don't you think? ということで、まあ、主語は weekend fashion。ね、まあ、can be を動詞として、
terribly tricky. めちゃくちゃ難しいと。で、don't you think がこう、深疑問文みたいな感じで、あなたもそう思わないっていう風に付け足されてますね。だから、週末のファッション。まあ、週末の着るものを選ぶのとかのことかな。週末のファッションって、めちゃくちゃ難しいよね、と。難しい時もあるよね、みたいな感じなんですけど、この can の捉え方ですね。可能性の can っていう風に言われる can の使い方で、まあ、can ってよくこう、何々できるっていう風に訳されるんですけど、この場合は、何々する時もあるとか、何々する可能性もあるっていう風に訳す can ですね。まあ、何々する可能性もあるってことは、何々する時もあるっていう風にまあ訳してもいいでしょうということですね。だから、毎回毎回難しいわけじゃないし、とか、まあ、誰にとっても難しいわけではないけど、まあ、難しい時もあるよねっていう風に、こう、柔らかく言い切らないで言ってる表現ですね。can be っていう風に使ってます。あとさっきからこの tricky を難しい、難しいっていう風に訳してるんですけど、じゃあ、難しいって difficult じゃないのかって思うじゃないですか。で、ここで、tricky と difficult の違いなんですけど、まあ、そこまで、こう、むちゃくちゃ違いがあるわけではないけど、なんとなく tricky の方が、口語的。まあ、その、話し言葉で使われる表現ですね。あんまりこう、例えばエッセイだったりとか、論文だったりとかで使わない。表現で、difficult の方がちょっとこうフォーマルな場面で使うことのできる単語です。で、意味合い的には、まあどっちも難しいって訳しちゃっていいと思うんだけど、tricky の方がこう、もともとね、trick、なんて言うんだろう、騙すようなトリックから来てる tricky なので、ちょっとこう癖のある難しさというか、めんどくさくてこまごました難しさを本来表すものらしいです。まあでも簡単に言えば、やっぱ口語で使われるか、まあしっかりした場面で使われるかっていう違いですね。ということで、オリビアちゃんが言ってんのは、週末のファッションって、むちゃくちゃ難しい時もあるよねって、そう思わないって言ってます。週末のファッションが難しいってどういうことって思うじゃないですか。ということで、ちょっと続けて話を聞いていきましょう。で、I mean で始まってるので、まあ私が言いたいのは、って感じ。つまり、みたいな。私が言いたいのは何が言いたいかっていうと、みたいな感じで文が始まってて、なんでこっから先が全部 mean の目的語として考えちゃっていいんだけど、まあそうするとちょっとめんどくさいので、まあ一回ここで文が切れたと捉えておきましょう。で、私が言いたいのは、One shouldn't relax one's sense of style just because it's the weekend. ってことで、まあ、one が主語ですね。で、shouldn't relax. まあ、手を抜くべきじゃない、力を抜くべきじゃない、みたいな感じかな。何に対して抜くべきじゃないかっていうと、one's sense of style ですね。で、ここで急に one とか ones とかって出てきて、この one は何なのかって話なんですけど、これはよくこう人を表す one みたいな感じで、まあ、言われる、使われる表現で、まあこう、英語っていうのは主語が必ず必要なので、こう一般論を述べるときにも必ず誰か人を持ってこなきゃいけないわけですよ。で、その人の代わり、その代表の人として one を使うことができるわけです。だから基本的には、a person とか、people とか、と一緒と考えてもらったらいいです。だから人っていうのは、みたいな。個人は、だから、まあ日本語に訳すんだったら主語を入れない方がいいかもしれない。その人のとかがいいかな。その人の、まあ sense of style。まあファッションスタイルかな。ファッションのスタイルの感覚。だから、その人の、まあ、自分の、その、なんていうの、好きなスタイルだったりとかを、手を抜くべきじゃないと。自分の、その、まあ、貫きたいスタイルに対して、手を抜くべきじゃないと。
手を抜くべきじゃないよねというのを一般論で述べているわけです。この誰がとかじゃなくてみんなそうだよねっていうので one を使ってます。これは IELTS とか英検とか TOEFL とかのライティングでもよく使うんですけど、あんまりこう一人称二人称を使うべきではないので、フォーマルな文っていうのはなるべくこう一般論として話さなきゃいけなくて、その一般論を話す時の主語として何が使えるかっていうと、この one とか a person とか people とかはよく使われますね。あと使われるのは an individual とか individuals ですね。個人とかその個人たちっていう風に持ってきて一般論を話すことができます。で、ここで one が使われてるのはもう一個意味があると思ってて、まあ、ここで人を表すって言ってるんですけど、こうパーソンとかピーポーを使っちゃうと、このあつ森という世界では生活しているのが人間だけではないんですよ。この話してるオリビアちゃんも猫系住民なんですけど、まあ猫ちゃんだったりペンギンさんだったり鳥さんだったり、いろんな種族が暮らしているので、パーソンとかピーポーとか使っちゃうとそれに当てはまらない住民がいるわけですよ。で、そういうのも含めてワンって言っちゃえば、まあこう種族を限定しない言い方ができるというかっていう意味もあるのかななんて思ってます。というわけで、まあ一般論としてその人の、まあ、ファッション感覚、ファッションのスタイルに手を抜くべきじゃないよねと言ってます。で、 Just because it's a weekend、 この it は何かを表してるわけじゃなくて時を表す it ですね。なので、まあ、その時が週末だからと言ってって感じかな。週末だからって手を抜くべきじゃないよねと。で、この just なんですけど、まあ、just の使い方で、基本的にはただ何々だけっていう風に訳せて、まあ、副詞なので、名詞以外の何でも就職することができる。で、この場合は、because の前に just を置いてるので、just が because を就職してるんですよ。で、because っていうのは、何々だからじゃないですか。この何々だからの部分と、ただ何々だけの部分を組み合わせることによって、ただ、何々だから、というだけでって感じかな。で、訳すと、綺麗にいくかなと思います。なので基本的に副詞の just は就職したい語句のすぐ前に持ってこれば OK。 今回の場合は because の前にあるから、この just は because を就職してるんだってすぐにわかるってわけです。ということで、ただ何々だからというだけでっていうふうに訳すと、ただ週末だからというだけで、その人のまあファッションスタイルに手を抜くべきじゃないよねと言いたいんだということですね。うん、なるほどね。だから週末のファッションって難しいんだということを言いたかったみたいです。で、その後オリビアちゃんが続けて言うのが、 And yet that's not an easy task when relaxing is all one wants to do ということで、まず And yet ですね、まあ、どっちも接続詞で And と yet なんですけど、 And は、まあ、そしてみたいな感じだね。で、yet は、だけどって感じじゃないですか。で、そしてとだけどってなんかこう反対のことを言ってるような気もするんだけど、そしてっていうことによって、こう前の文から続いてる感じを出してて、でもその上で、それとは反対にっていう感じで、けどの逆説を持ってきてるということで、まとめて、それにもかかわらずって感じかな。お前の分を完全に否定してだけどって言うんじゃなくて、それはそうなんだけどっていう感じのニュアンスを持っていただければいいと思います。で、 That's not an easy task、 that が主語で is not an easy task、 an easy task が主語ですね。で、それは簡単なタスク、簡単なことではないと。で、それって何のことかっていうと、これは that は基本的に前の文を指していることが多いので、今回の場合はファッションに手を抜かないこと、
その週末だからといって手を抜かないっていうのは簡単なことじゃないよねと。で、なんで簡単なことじゃないのかっていうと、この後ね、When relaxing is all one wants to do ということで、こういう時には簡単なことではないというので、When が使われてますね。まあこう、条件みたいな感じで述べられてる。こういう時には簡単じゃないというふうに、When という接続詞を使って説明してて、で、relaxing is all one wants to do なんですけど、ここですよ。ここの all がすごくくせもので、どう訳すかがポイントなんです。で、まあ、一個ずつ見ていくと、まあ、この when の中のこの節、節って言うんですけど、まあ、ここは一つの文が出来上がってるはずなんですよ。で、その文を見ていくと、主語は relaxing ですね。で、is が動詞。なので、基本的には SV ってきて、この is は B 動詞なので、その後には C、保護が来るはずですね。基本的には B 動詞の後には保護が来る。ので、保護がどれかを考えるときに、保護っていうのは名詞もしくは形容詞が保護になることができる。ので、じゃあこの all は名詞か形容詞なんですよ。でも、オールって名詞にも形容詞にもなれるんですよね。形容詞の場合は、すべてのとか、全部のっていう風に訳すことができる形容詞。で、名詞の場合は、すべてとか、全部って訳すことができる名詞。まあ、代名詞と捉えてもいいかもしれないけど、ですね。じゃあ、このオールはどっちなのかと。いうことを考えたときに、まあ、保護であることには間違いないんですけど、これが例えば形容詞だったときに、one wants to do は何なのかと、なんか文みたいになってるけど、でもこの文が形容詞を修飾するみたいなことはできないし、all one だとして、どういうことって大事ですか。one が単数形になってるし、wants になってるから、これが単数であることは間違いないから、all がつくのは変だな、とか。っていう風になるわけですよ。で、これが all one だとして、じゃあ wants to do が文になってて、それがじゃあ全体で保護になることはできなさそう。じゃあこれは名詞なんじゃないかと考えるわけですよ。ここが名詞だとしたら、この one wants to do が名詞を修飾してる可能性があると。どうやって修飾してるかっていうと、ここに that、 まあ関係代名詞のね、よく隠れる that さんが省略されているんじゃないかと。関係代名詞の that は省略されがちでいつも見失ってしまうんですよね。で、そう考えると、that 説の中が one wants to do っていう風に to do の目的語の部分、ここの部分がthatに置き換えられて all を修飾していると。つまりどういうことかっていうと、その人がしたいことのすべてというふうになるわけです。すべてっていうこの名詞としての訳し方を持ってくるわけです。じゃあこの文を訳していこうと思うと、リラックスすることがその人がしたいことのすべてだったとき、それは簡単なことではないと。えってなるじゃないですか。ってなるんですよ。そのまんま日本語に訳してもやっぱり分かりにくいことってよくあって、やっぱ日本語と英語というのはね、違う言語なので。じゃあどういう風に訳したら分かりやすいかっていうと、そこでこのオールの訳し方なんですけど、この人がしたいことの全てってどういうことかっていうと、まあ、その人がしたいことがね、例えばこう1個2個3個とかってあるじゃないですか。たくさんあるんですよ。こうリストがあったとして、その人がしたいことリストの中の全てがリラックスすることなんですよ。なんで1個目もリラックスすることだし、2個目もリラックスすることだし、3個目もリラックスすることだしっていう風に、リラックスすることがその人がしたいことの全てなんですよ。っていうのをどう訳したら綺麗に言えるかっていうと、その人がしたいことはリラックスすることだけっていう風に訳したら日本語らしくなりません？ということで、
その人がしたいのがリラックスすることだけだったとき、まあファッションに手を抜かないっていうのは簡単なことじゃないよね、というふうに訳すとすごいわかりやすい日本語になるんですよ。だから、その人のしたいことのすべてっていうふうに訳しても、まあ間違いではないかもしれないけど、まあ意味が通る日本語になってるかというと、まあちょっとわかりにくいと。なのでここをその人がしたいことがリラックスすることだけだった時っていう風に訳せたらむちゃくちゃ綺麗に分かりやすい日本語にできますよというわけです。というわけで、オリビアちゃんが言いたかったのは週末だからってファッションには手を抜くべきじゃないんだけど、その人がしたいのがリラックスすることだけだった時には、まあ、手を抜かないなんて言われたってちょっと難しいよねと、簡単なことじゃないよねということが言いたかったみたいです。ニコルヌチャンネル登録してね。というわけで今回はオリビアちゃんとお話ししました。楽しかった、勉強になったという方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここがわかりやすかった、ここがわからなかったとかコメントも残してくれたら嬉しいです。生配信でもあつ森をプレイしているので、時間のある時にはぜひそちらも見に来てください。それではまた次回お会いしましょう。See you soon! Bye!